おはようございます。おはようございます。はい、はい、今日はですね、昨日に引き続き、今商品開発やっておりますけれども、株式会社はい配信さんからお二人の方にですね来ていただいてます。よろしくお願いいたします。はい、今からパーツの装着車両に、はい、吉田君が一緒に乗っていただいて、はい、そうですね、はい、今の進捗ですけども、はい、まあ、いろいろとお話をさせていただきたいと思っております。はい、まあ、ざっくりとしたところは先にちょっとじゃあお話ししておきましょうか。はい、まあ、モーションコントロールビームと一言に言って伝わるものかどうかは分かりませんけれども、はい、よりまあ、いろいろな機能があるんですけども、まあ、まずは乗り心地を良くする、はい、装着パーツということを認識いただいて、まあ、幅広くですね、はい、ストリートの方から、あとはさっき塗装の方もですね、ご利用いただけるパーツと思っておりますので、はい、そういうより深い説明まではですね、はい、このメーカーのですね技術の方からそうですね、はい、直接的に、はい、ドライブをしながら、はい、語っていただいた方がよろしいんじゃないかなと思いますので、はい、まあ、実際私たちは今回 SWIFT、うん、やまあアルトというところでの、はい、製品開発に対しての一緒にですね、はい、させていただけるというところなんですけれども、まあ、実際のところはいろんな車種で、そうですね、はい、はい、まあ、いろんな名だたるスポーツカー含めてそうだと思いますけれども、はいはい、今実績開発されているところで、まあ、86であったりとかっていうところも名前が挙がっているかと思うんですけれども、はい、今実際こう開発されて、まあ、状況とかお客様の声とかっていうのは何かございますか？大体取り付けた車両すべて、まあ、今回SWIFT の方で提案させていただいたのと、はい、まあ、同じような感想をいただいてまして、先ほど言われてましたけど、乗り心地が良くなるねとか、ハンドリングの性能が良くなるねだとか、そういったお声をやっぱり皆さんよく言っていただきます。はいはい、よりこの機能的に働くようにですね、昨日もまあ、かなりそのブラケットの形状であるとか、はい、リブ補強を入れる箇所とかですね、はい、ちょっとこだわって指示をお願いしたいんですけども、はい、細かいことまでですね、まあ、せっかく世に出すパーツとしてはですね、効果的にいろんなお客様にこう感じ取っていただける、喜びを実現するために、開発は慎重に行って、そして満を持して、商品リリースしたいと思っております。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、ちょっと見えないのが残念なんですけどね。そうですね。お客様にですね。場所については確かにその他社さん含めてですけど、まあ、いろんなブレースなりいろんな補強パーツが出てると思いますので、我々としては極力そこをその例えばユーザーさんがパーツをつけられてた場合に、それをまた外してつけなきゃいけないとかなると、はい、やっぱりちょっと躊躇するところが出てくると思うので、はいはい、我々特にこの新しい車を開発するときは、まずその車両でどういったところにどういうブレースがついてるんだろうなって事前に調べて、極力そこに被らないような場所をまあ選ぶっていうのも一つちょっと開発する中のポイントとして重要視している部分ではあります。でそんな中でよく言われるそのやっぱりユーザーさんも取り付ければ人に自慢したいっていうシーンっていうのがあると思いますの で, そうです、ね、はい、極力そうパッと見てこれはどうって言えるような場所につけれれば一番ベストなんですけど、まあ、ちょっとそこはなかなか車によりっきりなところもあって、できるものはそういったことも考えてはいますけど、ちょっと今回そういうその場合だったら、ね、いろんなやっぱり皆さん熱い人たちが多いと思うので、もういろんなパーツがやっぱり出てるところが出てるので、うん、そうですね、まあ、今回はちょっと見えないところ、フレームの位置であったりバンパーの位置であったりですね、ところによって呼び切りですね。純正、はい、のスタビを強化している車両にこれを入れることのメリットって、はい、まあ、強化スタビを入れると縦方向は硬くなるっていうイメージが一般的にあると思うんですけど、はいはいはい、それも解消できる。そうですね、ちょっと実際ってどうは分からないですけど、要は余分なボディの歪みなり意図せないしないそのボディの変形っていうのを MCB がその吸収するっていうところがポイントなので、まあ、スタビライザーを強化したり、例えば硬い足場にも何も考えずにすごい硬いバネをつけたような足場にしても、まあ、最後そういうものが吸収できずにブッシュなりがこうグッと変形して、そういうところで多分嫌な振動が出たりすると思うんですが、そういうところをうまくボディと一緒にいなしてくれるので、基本的に振動の収まり方が良くなるので、はい、乗った印象としては多分、まあ、
いろんな表現される方いますけど、まあ、すっきりしたって言われる方とか、しっとりしたって言われる方とか、まあ、昨日あの、私が言われた、はい、柔らかくなったねっていう表現をされる方もいらっしゃいますけど、はい、あのそういう足回りなり、その足あの、まあ、サスペンション、スタビライザー含めてのものをこう変更して、車として硬いものになったとしても、ボディと一緒にあのその振動をいなすっていうところが、あるので、あのそう悪くなるってことがなくて、はい、あの組み合わせ、この製品のすごいところは、そのベースの車があって、そのベースの車がどんな状態であろうと、必ず上乗せの効果が得られるっていうところがやっぱりその特徴なんですよ。うん、一般的なカスタマイズをしていくと何かが何かを打ち消すっていうようなこうデメリットの部分が見えてくるっていうのがこの商品に関しては、そういったそのカスタマイズした車にも上乗せ分の効果があるし、あの例えばノーマル車であればノーマル車に対してちゃんと上乗せの効果があって、必ずつけたらつけた分だけの効果が得られるというところが特徴的だと思います。はい、ありがとうございます。もともとのこの MCB としての、まあ、ターゲットユーザーなんですけど、はい、あのまあ、今回当社がスイフトスポーツという車に対しての話を今させていただいてますので、もちろんこうワイニングから例えばサーキットっていう目線とかまでっていうのがあると思うんですけども、はいはい、今こう乗り心地とかっていう話の部分では、はい、ストリートユースの話がすごくメインだったと思うんですけども、はい、これこう制作にあたってっていうのはこうどこに重点があるもの、そこはそのつける車種のやっぱりあのなんて言うんでしょうね、あの種類というか特徴による、例えばこの今回のスイフトの場合ですと、まあ、スイフトスポーツの場合ですとやっぱりスポーツ走行される方も多いと思いますので、そういうハンドリングの方に少し重要視を置いてあの性能の作り込みをしますし、あの大きなミニバンとかそういった車ですと乗り心地の方をあの優先して、極力乗員があの不快な思いをしないような振動を取り除くようなところを重きに置いて開発をするという車の作り込みをしています。はいはい、まあ、スイフトの場合に行くとでは、スイフトスポーツの場合に行くと、そういう、まあ、走りを楽しむような、お客様に対しての効果も非常に高いというところ、ね、まあ、もちろんその、はい、サーキットには興味はないよという方も当然スイフトの層の中にはいらっしゃるものですから、街乗りしかしないというですね、はい、カスタマイズというものには興味はないんだけれども、やっぱり乗り心地は改善したいと、はいはい、当然純正のダンパー足回りというのがちょっと硬いって感じられる方結構いらっしゃる車両になりますので、はい、その中でそういう、まあ、ノーマル車両で乗ってるんだけども乗り心地の改善っていうだけのためにこの製品をつけるっていうのも全然ありだっていうことですね。ありだと思います。別に言ったらそのノーマル車のスイフトスポーツではなくて、その普通のノーマルの、あのスイフトにこれをつけるだけで、はい、よりスポーティーに若干近づける、はい、上乗せできるっていうところが、はい、まあ、特徴なんですね。こういうそのカスタマイズするような車だけではなくて、ノーマルからも持ち上げることができる、はい、チューニングの一環、そうですね、はい、ちょっと回りました、こう一瞬足回りを変えてしまったかのような動かしを感じることができるので、はいはい、これだけで本当に不思議です、まあ、言われば別に足を硬くするわけではないので、本来そうあるべきサスペンションの動きをしっかり出せるようにあの、まあ、補助しているっていうような考え方、はい、ボディが歪んでたわんでしまって、サスペンションが 100% 仕事ができないところを、そのサスペンションが 100% 仕事をちゃんと自分に与えられた仕事ができるように、補助するようになります。すごいですね、これはすごいです振動がドンってくる、ここロールしていくかね、アクセルとかもそうですよね、振られたりするの